昨夜、阿賀町で50代の男性が自宅の前で熊に襲われ、頭や腕に怪我をしました。命に別状はないということです。昨夜9時20分ごろ、阿賀町赤岩で50代の男性が熊に襲われ、新潟市内の病院に救急車で運ばれました。警察によりますと、男性は頭や右腕に怪我をしましたが、意識はあり、命に別状はないということです。男性は車で帰宅し、玄関から自宅へ入ろうとしたところ、突然熊に襲われたということです。その後、熊は山の方へ逃げたということですが、大きさなどは分かっていません。県内ではこの秋、魚沼市や阿賀町で熊による人への被害が相次いでいて、県のまとめによりますと、今年9月からこれまでに16人が怪我をしています。現場は阿賀野川沿いの住宅が10軒ほど集まる集落で、警察と消防が付近の住民に注意を呼びかけています。